始まりだ。こちらから行くぞ。無駄だ。感謝しよう。最後の時に最高の敵と巡り合え。終わらせてやる。Thank you.
姉ちゃんと一緒にいた人、知らない人なのに懐かしいような、会ったこともないのに、どうして？それともこれから会うの？
お、ファロン先生。子供たちは？生徒が気になるかい？大丈夫。海辺の建物にまとめて避難させたよ。レブロもそっちに運んどいたから安心しな。よかった。先生も心配性だね。いろいろ大変な目にあったから無理もないけどさ。俺、怪しいかな。お姉ちゃんと会ったって言うんだよね。どんな格好だった？羽飾りがついた白金色の鎧を着てて、おとぎ話に出てくる女神みたいだった。あ、夢と同じ。本当に会ったってこと？隠し事はしないよ。納得いかない？感動。この事件ってまさかハルコか？マーキーなら。何が起きてるんだ？夢を見てるの？俺にも見える。だから夢じゃない。
俺の目が変なのかな。ここにも出現。幻なのかな。蜃気楼で遠くの景色が見えてるとか。異常はこの辺だけらしい。引き上げた方がよ。軍が消えた。到着。待って。思いを抱えて朝を迎えた。おはよう。新宿のあたりは立ち入り禁止だな。調べた方が良くないですか。隠したらみんな帰って不安があるっすよ。下手に近づいたら危ねえだろ。魔物だらけなんだぞ。スノーさんがいれば一発でみんなを安心させられたのにな。遅くまでゴソゴソしてたよね。何してたの。さあそのスノーさんの大事なあれのそれというか。モグ張り切ってるな。でもあの子が怪しいな。犯人はきっと。ん、何何。なんでもないっす。流樹体は楽そうだな。マジムカッ。そうか、猫がオーパーツを運んでるのかも。追いかけよう。頼むぞ、モグ。ファルシが攻めてきたのかと思ったわ。コクーンのエレベーター計画って進んでるのかしら。マーキーのショップが潰れそうって本当かな。
ムの花火が懐かしいな。モーグリ、子供たちに反応？遊んでもらいたいだけじゃないだろうな。あの子が何か持ってる？追いかけよう。ちょっと場になっちゃった。なんで逃げるの？そっちは危ないぞ。ここだ。捕まえたよ。セラ先生。先生に話してくれるかな。話してくれたらレブロの特製ノラスペシャル1年分おごってあげる。本当？食い物を餌に釣るってのはしつけとしてどうなんだ？こらー！今すぐ先生に話さないと。宿題3倍だよ。ごめんなさい、ごめんなさい。脅してどうするんだ。どうして逃げたの？怒らないからちゃんと先生に話して。あの、やっぱり言えません。先生に叱られるから。この子マーキーってのを避けてたな。あいつに悪さでもしたか？言えないの？オーパーツじゃなかったね。モグ、ゼフ長。モーグリは悪くないよ。うちの方に帰ろう。よし、あとはゲートに行くだけだな。結局オーパーツって何だったのかな。あの鏡、未来か過去か。誰かの大事なものなのかもな。ここじゃない世界から届いたありえないもの。ちょっと怖いね。うわ、ライブの前にゲートまで行くなら海辺の近道が便利っす。立ち入り禁止は解除になったんで、参道でもどっちでも行けるっすよ。ゲートは隕石の落ちた場所。コクーンが見える方角を目指せばいいんだよね。コクーンってさ、みんなを見守ってたんだな。
ばいぞ。魔物はまだいるぞ。油断するな。ノエルも無理しないでね。オーパーツが見つかったからいいけど、不思議なことがいくつかあったね。みんなの様子もおかしかったしな。異変は俺がこの世界に来たせいで始まったのか。ヴァルシの復活か、人の手による再興か。